はい、こんにちは。ボイトレ教室脱力発声道場ハートオブボイス、ボイストレーナーの田中です。これからお送りするこの動画の趣旨なんですけれども、これからいくつか動画を作ってアップしていくこのチャンネルの趣旨でもあるんですけれども、まず最初にそれを説明したいと思います。で、その動画の趣旨というのは、人見知りや音痴であるとか、つい緊張しがち、そういう方に向けて、例えばその音痴っていうのは欠点とか欠陥とかそういうことでは一切なくて、むしろそれは才能があるという証拠なんだっていうことを、これからいろんなお話を交えてお伝えしていきたいというふうに思います。で、音痴っていうのはその才能なんだっていうのは、決してその例えばその慰めとか、まして開き直りとか、そういうことではなくて、しっかりとした意味があるんですね。で、その意味を正しくこう分かっていただきたいというのがこの動画の趣旨です。で、私を初めて知った方っていうのは、お前誰なんだよっていうふうに思う方も多いと思うので、ごくごく簡単に自己紹介をさせていただきますけど、13歳の時にあるその民放のテレビ番組に出るようになりまして、そこからいわゆる芸能みたいなところと関係を持つようになり、で、音楽が好きだったもので、19歳の時に作曲の方で音楽の世界に入ったんですね。で、歌もやっていたので、その後作曲と歌っていうこといろいろ仕事をしていて、26歳の時にアメリカに行きまして、で、向こうで活動していて、で、こちらに戻ってきてからはその映像音楽とかそういう仕事をしながら、まだ当時コンピューターミュージックっていうのはそんなに一般的ではなかったので、コンピューターで作曲をするっていうことをある専門学校で教えてほしいということで講師をしたら、そこで歌も教えてほしいっていう話になり、それでそこからボイストレーナーっていうのが始まって、いろんな学校で教えるようになったら、そこからこう芸能事務所であるとか養成所とか、そういうところにもいろいろ教えるようになっていって、で、独立というか自分の教室で、ハートオブボイスというのを作ったんですけども、で、そこから教えるようになって、当時はその大阪とか名古屋とか、メインは東京ですけれども、そこで教えて、いろいろありまして、で、現在はそのオンラインインターネット上でボイストレーニングを教えているものです。で、自己紹介はこのぐらいにして、早速この動画の本題の方に入りたいと思います。で、まずはじめに、その人見知りで、例えば緊張してしまうのが苦しいとか、滑舌が悪いことをバカにされて悔しいというような人っていうのは、多くいらっしゃるわけですけれども、例えばね、その人見知りっていうのは完全悪、もう絶対に悪いものなんでしょうか。タモリさんのすごく有名なエピソード、ご存知の方も非常に多いと思うんですけれども、ちょっと紹介させていただきたいんですが、